朝ドラ舞い上がれ、株式会社岩倉の事務員山田さん、はじめは嫌味ばかりを言うキャラクターでしたが、徐々にその印象が変化してきましたよね。この動画では山田さんの物語における役割、ハルトとの共通点と相違点、視聴者の印象が嫌味なキャラから実はいい人へ変化した理由を明らかにし、山田というキャラが持つ魅力について語っていこうと思います。このチャンネルは朝ドラが大好きな皆様に向けて、各放送日ごとの感想動画や出演者の情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。舞ちゃんが岩倉の仕事を手伝うようになってから、毎日のように登場している山田さんですが、実は初登場は第17話、舞ちゃんが大学生になって人力飛行機に出会ったあたりです。つまり株式会社になる前、岩倉らし製作所時代からのフル株社員という立ち位置なんですね。めぐみさんから頼まれた資料をすぐに提出できる点や、毎日のように定時に退社している点、さらにリストラ候補にも全く上がらなかったことから考えても、要領よく事務仕事をこなせる岩倉にとって必要不可欠な人材ということがうかがえます。そしてリーマンショック後からは、舞ちゃんに対して嫌味を連発するいわゆる嫌われ役を担います。この頃はとにかく僕たち視聴者からの反感を買っていましたよね。あんなこと面と向かって言うなんて信じられない、まず山田から首を切れなど非難轟々でした。ですが日を追うごとに、なんか山田さんに共感しちゃった。今日は山田さんが何を言うか期待している自分がいると、その印象は徐々に好転してきましたよね。ではなぜこのように実はいい人という認識にすり替わったのか、この謎をですね、ハルトお兄ちゃんを例に挙げながら解説しようと思います。ハルトのキャラクターは夢や理想を追うコウタさんやマイちゃんと対立する現実主義者として描かれていました。ですが本当は家族のことを誰よりも案じていて、不器用な性格ゆえにそれを家族にうまく伝えることができないという人物ですよね。僕たち視聴者は基本的にヒロインのマイちゃんやマイちゃんの考えに近いコウタさんに感情移入してドラマを見ているんですが、それと同じくハルトにも感情移入してしまうんですね。幼い頃両親はマイちゃんにかまってばかりで、ハルトは孤独を感じる時間が多かった。工場の経営不振のために自らも進学を諦めないといけないかもしれなかった、こういった背景を見てきているので、ハルトはお父ちゃんに認めてもらいたい、褒めてもらいたいんだよ。ハルトがお金を稼いでいるのはお金で人生を左右されたくないからだ、といったハルト視点の意見が生まれるんですね。じゃあ山田さんはどうなのか。僕たちって彼女の背景を全く知らないんですね。どんな幼少期を過ごしたのか、どうやって入社したのか、何も知らない。だから心情的に山田さんの視点に立ちにくいんです。でもその山田さんの内面が徐々に明かされていくんですね。それがすごく細かい演出で表現されています。例えば営業がうまくいかず意気消沈して帰ってきた舞ちゃんをマニキュアを乾かしながら待っていて、要領悪いですよねと嫌味を言うシーン、さらに営業に向かう舞ちゃんを冷たい目で無駄に張り切ってはるわと言い捨てるシーン、この2つのシーンって
一見すると山田さんがひたすら嫌な人に見えますよね。でも舞ちゃんが初契約を取ってきた週1月20日金曜日の放送回までを見た僕たちなら、このシーンの山田さんの気持ちに寄り添って見ることができるんです。まずマニキュアのシーン、本当に岩倉に失望しているならすぐに退社するはずなのに残っている山田さん、あの定時で颯爽と帰る山田さんが残っている。なぜか山田さんは舞ちゃんにこう言います。お嬢さんって要領悪いですよね。まあ要領良かったらこの工場に来えへんか。パイロットになれるチャンス捨てて、私なんかどっかに逃げる方法ばっか考えてますけどね。パートのおばちゃんたちや職人さんのリストラ、社長の旧姓、経理の古川さんやあきら兄ちゃんの退職、多くの人たちが岩倉を去り、自分も結婚という逃げ道を探している中、逃げずに戦う舞ちゃんが理解できない。でもそんな舞ちゃんに少し期待しているんですよね、山田さんって。だから定時を過ぎても居残って舞ちゃんの帰りを待っている。いい報告を一番に聞きたくて。でも春人と同じく伝え方が下手っぴなので素直に言えず、マニキュア乾かしてるだけとごまかしてしまう。そんなわけないんですよね。舞ちゃんに期待していたからこそ見積もり以来の電話に一番驚いていましたし、営業のびっくりマークに彼女の驚きや喜びが表現されている。そしてさらに舞ちゃんの初契約を職人さんたちに伝えるという役割もこなしたんですね。山田さんって浩太さんやめぐみさんに対して嫌味を言っていないし、初登場の時も笑顔で仕事をしてて、なんだかんだ勉強会にも参加するし、残業することに対して胃の一番に挙手したことからも分かるように、しっかりと愛社精神がある人なんだと思います。無駄に張り切ってはるわと言い捨てるシーンも同じで、ここすごく細かい演出なんですけど、このセリフを聞いためぐみさんが笑っているんですよね。つまりこの時めぐみさんは山田さん側の視点に立っていて、だからこそこのセリフの後微笑むことができる。じゃあ僕たちも今改めて山田さん側からこのセリフを吟味してみると、張り切っただけでこなせるほど甘い仕事じゃないけど、やる気だけは無駄にあるなといった具合に聞こえてきませんか？舞ちゃんの経験不足なところやちょっとつ盲信な部分は難点ながら、その頑張りだけは認めているような。めぐみさんもそう聞こえているからこそ笑顔になっていると思うんですね。ハルトとの共通点は不器用で素直じゃないところ。相違点としてはバックボーンが丁寧に描かれていたハルトに対して、山田さんはバックボーンがゼロの状態から徐々に明かされていく形をとっていたこと。視聴者である僕たちがだんだん山田さん側の視点に立てるようになってきた。だからこそ初めは嫌な人だった印象が実はいい人に変化していったんですね。なぜ山田さんがこういうキャラ設定になったのかは完全に制作側の意図で、パイロットの道を断念して実家の家業を手伝うという舞ちゃんの大胆な選択に対してのツッコミ役なんですよね。視聴者が抱く違和感をそのまま口に出すキャラなんです。工場をなんとか立て直したいって気持ちはわかるけど、パイロットになった方が良くない？っていう僕たちの意見、疑問。素人の社長令嬢が工場に出入りしていることに対してのモヤモヤ、それを誰よりも山田さんは指摘してくれる。朝ドラにありがちな日
ヒロインの選択イコール正しいという神話をいい意味で破壊するとても革新的な役割を持っているんですね。現実では言いにくいことをズバズバ言う山田さんに最初は違和感や嫌悪感を抱くんですけど、実はその内容って僕たちが心のどこかで感じているドラマに対しての違和感なんです。それを代弁してくれていた山田さんが実はいい人だと徐々に分かってくる構成なので、僕たちの中での山田株が誰よりも舞い上がって一気に人気キャラになるんですよね。もちろん演じておられる大浦知佳さんの抜群の演技力と緻密な脚本や演出があってこそなんですけどね。いやすごい。僕は4年後の山田さんが結婚、出産を経て岩倉でジムを続けていることを妄想しています。すみません、子供が熱出したみたいで。オッケー、すぐ帰ったって。すみません、ほなみたいな会話があってですね、急いで帰る山田さんの背中を幼い舞ちゃんの看病をしていた過去の自分に重ねるめぐみさん、これが見たいです。見たいな。ということで、いかがだったでしょうか。毎日皆さんの感想をチェックしていると本当に山田さんへの反応がめちゃくちゃ多いんですね。それだけ魅力的なキャラクターなのはどうしてなのかなと考え始めてしまい、気がつくとこんな動画を作っていました。皆さんも山田さんに対する思いがございましたら、ぜひコメントしてくださいね。よろしくお願いいたします。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。